今回は、アストロプロダクツ、耐熱スプレーで、ブレーキキャリパーを、塗装してみました。色の種類は、ゴールド、シルバー、ブラック、レッドがあります。価格は税別で、ゴールド、レッドは980円、ブラック、シルバーは920円です。まずは、タイヤを外し、キャリパーを、掃除していきます。かなり、ブレーキダストが、ついて、汚れてます。まずは、ブレーキパッドを外します。このタイプのキャリパーは、2本のピンを外せば、パッドが抜けます。この状態では、まだ、シリンダーに押されて、パッドは抜けません。そこで、これを、使います。ディスクブレーキを、押し戻す、ブレーキピストンツール、回していけば少しずつ開いていきます。ここでは、映ってませんか。広げる前にブレーキフルードの蓋を開けておきます。パッドが外れました。パーツクリーナーなどを使い、ワイヤーブラシで、汚れを落としていきます。単純作業なので、途中で、巻いていきます。スプレーが、飛んで他のパーツにつかないように、マスキングします。キャリパーが、被る、ディスク部分は、先にマスキングし、回転させれば、簡単にできます。マスキングが、完了し、いよいよ塗装に入ります。今回は、赤色を選びました。塗装は、何度かに分けていきます。1回目の塗装です。まだ、下地の色が、見えます。あ、言い忘れました。赤をスプレーする前に、密着を良くするため、密着ロンを散布してます。2回目です。まだ少し下地が、見えます。3回目です。3回目は塗料が、垂れるか垂れないか程度、スプレーしました。かなりいい感じにツヤも、出てきました。早く、乾かすために、高揚用ドライヤーを使います。完成したので、マスキングを剥がしました。やっぱり、ロゴがないと間抜けな感じです。今日は、ロゴを準備してないので、次回、ロゴを入れます。簡単なので、チャレンジしてみてはいかがですか？